フランソワ・エティエンヌ・ド・ケレルマン、二代目バルミ公爵は、フランス帝国の騎兵の将軍。フランス帝国の名誉元帥フランソワ・クリストフ・ケレルマンの息子、外交官、フランソワ・クリストフ・エドモンド・ケレルマンの父親。ナポレオン戦争における大胆活熟達した、戦法による活躍で有名。ケレルマンは、メスで生まれ、父親の景気兵連隊に短期間勤務した後、 1791年に外交官になった。1793年に軍に復帰した後は、主に父親の指揮するアルプス方面の部隊に勤務し、1796年には連隊長に昇進した。1796年から1797年に、かけてのナポレオンの有名なイタリア戦役の後半、若きケレルマンは、タリアメント側の強行とかにおける、 目覚ましい働きで未来の皇帝の注意を引きつけ、直ちに順調に昇進した。イタリアにおけるカンポ・フォルミオ条約の成立後、ケレルマンはマクドナルド及びシャンピオネ指揮下のローマ及びナポリの軍隊に泊まった。マレンゴの戦いにおいてケレルマンは、第一失政指揮下の重機兵旅団を率いて、歴史上最も有名なものの一つとされる、騎兵突撃を行った。 土勢の不評による攻勢と連携して行われた、その突撃は敗北しかけていた戦況を逆転し、戦争の行方を決定づけるものであった。この時ケレルマンの騎兵部隊は消耗しており、若干の竜騎兵部隊その他を加えたものとなっていた。突撃は完璧なタイミングで行われ、オーストリア軍の三個敵弾兵大隊を突き崩した。 その後ケレルマンは直ちに部隊を再編すると、オーストリア隆気兵部隊に襲いかかり、追撃した。隆気兵隊は、自軍の隊列を乱しながら敗走し、オーストリア軍は、総崩れとなった。ケレルマンはすぐに少々に昇進したが、早くも戦いのその晩から、自分の手柄を過小評価する企てがあると考え、憤慨していた。ケレルマンの突撃が、 戦いの奇数に及ぼした影響についてはその後も熱い論争が続き、ケレルマンはこの論争では一切妥協や寛容といったものを示そうとしなかった。しかし、マレンゴでの彼の功績はあまりに大きく、この論争での振る舞いや度重なる集文さらには私生活における不正行為などによってその経歴が台無しになることはなかった。父親の名声は、 ただ一つの大手柄によるものだったが、彼の場合はそうではなかった。ケレールマンは、ナポレオン配下のすべての騎兵指揮官の中で最も有名ということではなかったが、おそらく最も有能であり、アウステルリッツの戦いでは、左翼の軽騎兵士団を率いて、さらに名声を高めた。ポルトガルでは、呪能指揮下において、馬名ローの戦いで、予備敵団兵部隊を率い、 シントラ協定の交渉では卓越した外交技術を駆使して活躍した。1809年11月28日のアルバトーマスの戦いでは3000人の騎兵を指揮して華やかな突撃を敢行しデルパルケ公爵の指揮するスペイン軍を撃破した。ケレルマンは半島戦争への従軍に際しては異なる一面も見せた。彼のスペインでの強欲さは かつてないほど悪名高いものだった。ナポレオンは、ケレルマンの説得力のない謝罪に対して、このように答えたという。将軍、君の名前が私の前に差し出されるときは、いつも、マレンゴのことだけ考えるようにしているよ。ケレルマンは1812年のロシア戦役には、病気のため参加しなかったが、1813年及び1814年の戦役では、 変わらぬ手腕と指揮を発揮した。第一次復興王政では、将軍の座にとどまったが百日天下ではナポレオンに、従い、ワーテルローの戦いでは、第三騎兵軍団を指揮した。彼は1815年7月16日のカートル、ブラの戦闘で有名な騎兵突撃で部隊を指揮した。ケレールマンは、 寧原水の原名により牛丹指揮下の770人の両騎兵士団と共にイギリス軍へ正面突撃を行った。騎兵の協議に対してケレルマンは敵に数を知られないように即座に駆け足を明示4つの分散突撃によって第8及び第11強攻騎兵隊は英国第69歩兵隊を粉砕し軍団機を奪取した。 ハノーバー大隊は追い散らされ、第33歩兵隊及び第73歩兵隊は、近くの森に撤退した。騎兵隊は、短時間ではあるが重要な十字路を占領したが、見込みが甘く、ケレルマンは落馬指的騎兵のあぶみにしがみつく、ことによって、ようやく離脱に成功した。ワーテルローの戦いではケレルマンは負傷した。ケレルマンの指揮下の二個師団は、 左翼の中央において、不評の支援を行った。早い段階で、強行騎兵隊は、不要意に突出してきたハノーバー大隊を撃破した。午後に、例によって、第三騎兵軍団は、ライコール A イコールサントとウグモンの間に、存在する連合軍の法刑陣に対する、法和攻撃に送られた。夕方に、強行騎兵は、第五及び、 第8キングスレギオン大隊を撃破した。しかし、連合軍の防衛戦に対する、度重なる攻撃は一つの法刑人を撃破できず、優秀なフランス軍機兵を使い果たしてしまった。第2次王政復古においてケレルマンは、名誉を剥奪された。けれども、1820年には、父親の爵位を継承し、フランス貴族に劣勢られた。 ブルボン王家に対する断固とした態度は1830年にシャルル10世が没落するまで続けられた。彼は1835年6月2日にその生涯を閉じた。ありがとうございます。